キティちゃんと共通点が結構あって、はい、お誕生日が一緒、あと趣味がピアノを弾くことと英語が得意ということも一緒、はい、そして憧れの女性でいらっしゃるキティちゃんが、はい、っていうね、あの以前にちょっと発言があったということを見たんですけれども、はい、もうキティちゃんとのコラボレーションいかがですか？ I love Hello Kitty because Hello Kitty is in my heart and in your heart and all over the world. Yeah. ありがとうございます。Yeah. 愛にあふれてますね。はい、大好きで嬉しいです。あのユリアンさんはいよいよギターのお話なんですが、はい、ピアノはもちろんね、もう皆さんお上手なのはご存知だと思うんですが、うん、はい、やっぱり音楽全般は楽器は一通りやってらっしゃる。いえ、あの子供の頃にピアノを習ってたんですけど、小学生の時に映画のバックトゥザフューチャーを見て、あ、バックトゥザフューチャーバックトゥザフューチャーで、うん、マイケル J フォックスが、はい、ジョニー B グッドを弾いてるじゃないですか、はい、あれを見てかっこいいエレキギター、こんなかっこいいのがあるんだって思って、うん、その時から始めてたらもうギター歴20年ぐらいです。始めてたら、はい、っていうことは始めてない。始めてないです、はい、今日は皆さんの後ろにもうあのハローキティのコラボレーションの、はい、ギターを、ね、3本セットさせていただいておりまして、はい、ということはですよね、もう演奏を皆さんにしていただこうということで、はい、もう準備はしているんですが、ゆりやんさんいかがでしょうか？いや、もうこんなに可愛いギターがこの世にあるのかっていう驚いて胸が苦しくなってます。で、こういうプロの皆さんの前で一緒にセッションするって、はい、ちょっとね、緊張される？全然。はっお願いします。お願いいたします。今の意気込みですかね。はい、皆さんご準備の方よろしいですかね。はい、はい、ではですね、ユリアンさんが3つのコードだけ弾けるということだったんで、はい、ちょっとどれぐらいか、いや、弾いてもらってもいいですか？いいですか？うん、もうバックトゥザフューチャーに憧れて、マイケル・ジェイ・フォックスに憧れて、もう3つだけ、うん、すいません、お願いします。いけるいける。あ、ありがとうございます。どうですか、マミさん、松崎さん、めっちゃ良かったです。感覚だよね。これやられたらね、絶対にね、もうガールズバンドでね、もうガーンといっちゃうよ、ね、人気出ますよね。行く行く。ありがとうございます、うん、この4人でじゃあ、はい、お願いします。ユリアさん、練習ってされるんですか？結構、1週間に、うん、ゼロ日。でもゼロ日でもすごいですね、弾けるっていうのは。本当に3つだけ高校生の時に練習したやつだけを頼りにやってます、はいはい、それが今のパフォーマンスにつながって、いや、気持ちだけはめちゃめちゃ弾きたい、気持ちだけは弾きたいに、これから練習したいです。はい、よろしくお願いいたします。ハッピーバースデートゥーユー、どうぞ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。
りましたね。最後いかがでしたか、ゆりやんさん。いやもうまさか、はい、こんなに豪華な皆様とレジェンド皆様とキティちゃん一緒に弾かせていただけるとは、もうまさにフェンダーやー。ありがとうございます。松井さんいかがでしたか。いいですね、うん、やっぱりなんかあの昔の自分たちが学生の頃にアマチュアバンドで一番最初の音を出した時の感じですね。バランス何よりも何よりもこうなんかこう自分のエモーションというか、そうですね、一緒にできる喜びってありますよね。マミさんいかがでした。そうですね、でもこれでなんかみんなでセッションできてめっちゃ嬉しかったし、あとはもう本当にギターの鳴りがすごく良くて、うん、すごくかっこいいし、このいいよねこれ。そうですよね、ベクターもしっかりとパンチある音で、はい、めちゃくちゃかっこよかったです。はい、ありがとうございます。キティちゃんいかがでした。皆さんにね祝福してもらいました。ありがとうね、はい、ありがとうございます。ユリアさん最後一緒に最後みんなでジャーンって決まったとこ気持ちよさそうでしたね。あ、めっちゃ気持ちよかったです、ギターってこんなに気持ちいいんですね。ぜひ皆さんも弾いてみては。ちょっと聞いていたいんですけれども、そろそろお時間の方が近づいてまいりましたということで、2024年も間もなく終わりますが、皆さん今年やり残したことはありますかという質問です。私あの12月の頭にアメリカに引っ越すんですけども、うん、それまでにライブをもう一回やりたいって思ってたんですけど、あの明日決めよう明日決めようって思ってたらもう間に合わなくなってしまって。え、じゃあライブは。ライブは皆様の心の中で。じゃあまた帰国された時とか。ぜひお願いします。はい、なるほど。2025年に挑戦したいことなんですけれども、ゆりやんさん引き続き何か。はい、はい、もうもちろんこのフェンダーさんのこのキティちゃんのギターを今日触らせていただいて、1個2個3個のコードでこんなにみんなと楽しく音楽って楽しめるんだっていうのを実感したので、ぜひもっといろいろコード弾けるようになって、もっといろんな曲弾けるようになりたいですね。素敵です。ありがとうございます。かき鳴らしたいです。人生のコードを、うん、ギターから人生に変わってしまいましたが、素晴らしいです。はい、でもね、いろいろまたセッションがねできるようになったら楽しいですよね、はい、めっちゃ楽しみです。